スペースシャトルからの画像。左が北、ニジェールデルタは、ナイジェリア南西部に位置し、ギニア湾に面したニジェール川の三角州地帯である。ニジェール川の川口一帯はマングローブを中心とする熱帯雨林で、古代から中世まで、ベニン王国などの多くの民族が栄えたが、イギリスの植民地とされると、油屋市の栽培が盛んになり、オイルリバーズとも呼ばれるようになった。 1885年から一帯はイギリスによるオイルリバーズ保護国、1893年からはニジェール海岸保護国に組み入れられた。ニジェールデルタの面積はナイジェリア政府の公式な定義では7万平方キロに及びナイジェリア国土の7.5%を占めアフリカ最大である。1996年以降の区分で含まれる州はアクアイボン州、アビア州、 イモ州、エド州、オンド州、クロスリバー州,州、デルタ州、バイエルサ州、リバーズ州であり、人口は約2000万人で250以上の言語を話す、40以上の民族が住む。先住民の主要な伝統的な産業は、釣りと農業である。1950年代後半に始まった、油田開発以降、ニジェールデルタは産油地帯となり、 コートハーコートがその中心地である。ナイジェリアはアフリカ最大の石油産出国となり、生産量は日量200万バレルに上る。1975年以降この地域の石油収入はナイジェリアの輸出口の75%以上を占めるようになった。マリの内陸デルタはニジェール内陸デルタを参照。20世紀後半の石油生産に伴った環境破壊と 石油収入の配分の偏りなどが地元の先住民などが不満を募らせる原因となっている。1998年10月17日には大規模なパイプラインの爆発があり、1200人以上が犠牲になった。これらにより多くの環境運動や民族紛争が生じている。著名なものでは1967年から1970年のビアフラ戦争。 1990年代のオゴニの虐殺2006年の以上のニジェールデルタ解放運動による誘拐事件などまた大規模な石油開発は農業や漁業に影響をもたらし地域住民の伝統的経済基盤を損ねている2010年代後半からはナイジェリア沿岸で海賊行為が頻発したが海賊の多くが貧困にあえぐニジェールデルタの 出身者であると推測されている。ありがとうございます。